こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを分かりやすく解説しています。週数回程度不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回は水上自爆ドローンについて、正しくは無人水上艇とか USV と呼ぶべきですが、無人機全体の総称としてドローンという言葉が広く浸透しているため、ここでは水上自爆ドローンと呼称します。水上自爆ドローンとは、海面上を走り敵艦に体当たりして自らの船体に搭載した爆薬を爆発させて攻撃する兵器、文字通り自爆用です。2022年以降のロシアによるウクライナ侵略における主戦場は陸上で、海上はメインではありません。ロシアとウクライナは陸続きであるため、海戦を行う必要性が低いということもありますが、北方艦隊、太平洋艦隊、バルト艦隊、黒海艦隊、カスピ小艦隊と5つの艦隊を持つロシア海軍の力は強大で、このうちウクライナに面する黒海を担当している黒海艦隊だけでも、中小国の海軍を上回る戦力を有しており、ウクライナはこれに対抗できる海上戦力がないことが最も大きな理由です。そのため、開戦以来ずっと黒海の制海権はロシアの手にあり続けました。しかし、開戦から2年が経ち、黒海艦隊は機関であった巡洋艦モスクワをはじめ多数の艦艇を失っており、その損失は全体の約4分の1にもなります。まともな海上戦力のないウクライナが、どうやってロシア海軍の艦艇を撃破したのでしょうか。大型艦を仕留めてきたのはほとんどミサイルですが、比較的小型な目標への攻撃に貢献したのが水上自爆ドローンです。正面切って戦うことはできずとも、陸上から発射、発信できるミサイルや自爆ドローンを使った非対称戦によって、黒海艦隊の行動を制限し、戦力を削っているわけですね。そこで今回は水上自爆ドローンに焦点を当て、そのメリットやデメリットを将来的に対水上戦闘の主役になりうるのか、といったことについて解説していきます。一口にドローンといっても、目的や用途、操作方法などによって細かく分類されます。ドローンイコール安いというイメージを持たれている方もいらっしゃるでしょうが、無人機の中でも大型の RQ-4 なら100億円以上しますし、ホビー用なら数千円程度で買えるので、値段もピンキリ。ドローン以外のあらゆるものに言えることですが、値段が高ければ性能も高く、安ければ低くなるので、値段相応のものになりますから、ドローンが必ずしもコスパがいいというわけではありません。ドローンの使い方も攻撃用や偵察用などで変わってきますし、攻撃用といっても爆弾を投下して戻ってくる母機タイプ、開戦初期に有名になったバイラクタル TB2 のようなものや、自らが弾薬となる自爆タイプ、スイッチブレードなど、いろいろなタイプがあります。操作方法に関しても、あらかじめ設定された行動を取るだけのプログラム誘導、目標を自ら捜索して、見つけ次第目標に突っ込む徘徊型、そして遠くから電波で操作する遠隔操作型など、様々。遠隔操作型には、さらに直接電波で操作するタイプと、衛星で中継するものに分かれます。電波は基本的に直進する性質があるため、球体である地球上で使用すると、見通し線である地平線や水平線より遠くは影になって届きません。この弱点をなくすためには、航空機または衛星で中継する必要があり、こうした機能を持つドローンは、より運用にかかるコストが高くなってしまいます。ドローンの細かい説明は過去の動画で解説していますので、詳しく知りたい方は概要欄のリンクからご覧ください。今回の主題である水上自爆ドローンのうち、ウクライナがロシア海軍の艦艇に対する攻撃に使用したのが、マグラ V5 と呼ばれるものです。マグラ V5 は、航続距離450マイル、巡航速力22ノット、最大速力42ノット、搭載できる爆薬の量は300キロほどとされます。マグラ V5 の高さは、水面上わずか 0.5 メートル。電波の届く見通し線、水平線の距離は高さに比例しますので、0.5 メートルの高さだと、水平線はたったの 2.5 キロほどしかありません。これでは見通し線の距離しか届かない見通し線通信では使い物にならないので、マグラ V5 は衛星通信や中継の航空機を用いて遠隔操作で動きます。これによって450マイルという航続距離が生きるわけです。最もオーソドックスな対艦攻撃手段が対艦ミサイルですが、
一般的な対艦ミサイルの射程は100から200キロほど。アメリカの対艦ミサイルハプーンのお値段が約120万ドルに対して、マグラ V5 は25万ドルと言われますので、同じ金額ならマグラ V5 は対艦ミサイル一発分で4、5艇用意できることになります。とはいえ当たらなければ意味がありませんので、防御側の水上艦から見て水上自爆ドローンの対処は難しいものなのでしょうか。私自身は水上自爆ドローンを相手にした経験は実戦と訓練どちらもありません。しかし2000年にアメリカのイージス艦コールがイエメンのアデンに停泊中、中東のテロ組織アルカイダの自爆ボートによる攻撃を受けて損傷したという事件を受けて、2000年代に海自で自爆攻撃への対処が流行りました。イージス艦といえば現代の水上艦では最強の防御を誇る船、それが軍艦ですらないボートに攻撃され大きな損傷を受けてしまったのです。乗員が懸命に行ったダメージコントロールによって沈没を免れたものの、前線に復帰するのに修理やサイレン性訓練を含めて3年近い歳月がかかりました。自爆ボートに積まれていた爆薬が2、300キロほどと推定されましたので、マグラ V5 と同程度の威力と考えて良いでしょう。最強の防御を誇るイージス艦といえど、不意をつかれれば小型ボートにすら大ダメージを受けることが明らかになりました。2000年代初頭は冷戦も終わり、ロシア軍はソ連時代の軍事力に遠く及ばず、中国もアメリカに比べれば大した軍事力を持っていませんでしたから、大国同士の正規戦よりも対テロ戦のような非正規戦への対処が世界的に流行っていた時代です。これから話すことは防衛省の公式見解ではなく、あくまで私の私見であるということをまず断っておきます。この時想定された自爆攻撃は2種類。高速で接近する小型ボートによる自爆攻撃であるファストアタックボートと、低速、低空を飛ぶ小型航空機による自爆攻撃であるロースローフライヤーの2つです。人が乗っているかどうかという違いはあれど、安価なユニットによる自爆攻撃という点において、非常によく似た攻撃手段ですね。ロースローフライヤーは今回のテーマに関係がないので、ファストアタックボートの話になります。現場の訓練レベルでは、警告の手順に重きが置かれ、3回警告して止まらなかったら撃つ、というようなことをやっていましたが、研究レベルではこうした自爆攻撃の恐ろしさも分かってきました。小型ボートの体当たりで恐ろしいのは、攻撃される直前まで攻撃の意図に気づかないこと。海自の護衛艦を含め、軍艦は民間の船舶に比べて非常に多くの乗員が乗っています。民間のタンカーやコンテナ船だと何万トンもあるような巨大船でも20人かそこらで動かしていますが、海自だと5000トン程度の船に200名近い乗員が乗っていたりします。なぜかというと、戦闘艦である水上艦の全力を発揮するにはこれだけの人員が必要だから。逆に言えば、これだけの人員が配置についていなければ全力を発揮できないということでもあります。人間は24時間365日戦えない生き物なので、交代で休憩を取る必要があり、その人間が動かす船も常に全力を発揮することはできません。よって脅威度が高くなれば、それに応じて配置につける人員を増やし、戦闘時には総員が配置につくというのが基本となります。総員が配置についていない、全力を発揮できない時に攻撃されるというのは、どの水上艦にとっても脅威です。いやいや、レーダーで接近に気づけるんじゃないのと思われたかもしれません。レーダーは電波を放ち、その反射波によって目標の位置を知る装置。対水上レーダーを使えば、周囲2、30キロほどの船舶の動きを知ることができます。しかし、自爆攻撃に対して、対水上レーダーには3つの弱点が存在します。1つ目に、レーダーはそこに何かがあるということは探知できても、その目標が具体的に何であるかはわかりません。探知した目標のおおよその大きさはわかっても、敵なのか味方なのか、武器を積んでいるのかいないのか、といったことはわからないのです。2つ目に、レーダーは船舶以外にも反応してしまうということ。具体的には波しぶきなどもレーダー画面上に映ってしまいます。なので、波やうねりが高い荒れた海面だと小型の目標はレーダー画面上から判別できない場合があるということです。こうした現象をシークラッターと言います。3つ目に、レーダーには最小探知距離があるということ。レーダーの性能では、レーダーがどれだけ遠くの目標を探知できるかという
最大探知距離ばかりが着目されますが、逆に至近距離で探知できる限度、最小探知距離もあります。あまりに近すぎる目標は探知できないのです。車の免許を持っている方ならわかるでしょうが、車にも意外と死角があり、近すぎるものが見えないのと同じです。海というとだだっ広く、特に戦闘中には敵と味方の艦艇しか存在しないようなイメージもあるかもしれませんが、実はずっと戦争状態にある黒海においても、戦闘に参加していない民間船が非常に多く存在します。また沿岸に近ければ地形を利用して隠れることもできます。ということでこの3つの弱点、敵であることを悟られないように他の船舶や地形を利用して接近し、シークラッターで姿を隠し、最小探知距離以内まで近づかれてしまうと、目視以外の手段では対応できなくなってしまうということ。もっとも最小探知距離はかなり狭いため、ここまで近づかれたら探知していようがいまいが、大体命中するとは思いますけどね。また、近すぎると対艦ミサイルや主砲といった、対水上戦闘のメインとなる武器は使うことができません。どちらも最大射程があるのと同様に、最短射程があるからです。主砲の最短射程以内に近づかれたら、残るはシウスと機関銃くらい。海自の護衛艦だと 20mm 高性能機関砲というシウスがあり、このうちブロック1ブラボーというバージョンからは、暗視カメラ付きの対水上射撃モードがあります。20mm は小型ボート相手なら過剰すぎるほどの威力がありますから、ほんの数発命中させれば動きを止めることができるでしょう。それ以上近いと残るは 12.7mm 機関銃くらいですが、12.7mm は主砲などと違って常に用意されているわけではなく、設置などの準備に時間がかかる上、人間が手動で操作するので、高速で接近してくる水上自爆ドローン相手には、ほとんど役に立ちません。海自でもソマリアの海賊対処に行く時くらいしか使わない武器ですので、習熟している射手も多くなく、止まっている風船を狙っても、時間と風船双方の揺れによって、なかなか当たらなかったりします。止まっている目標に命中させるのも難しいくらいですから、命がけの状況で、高速で向かってくる目標に正確に当てるのは期待できないということですね。そして回避するにしても30ノットくらいの水上艦に対し、マグラ V5 は前述の通り42ノット。小型で小回りが効くことから運動性能も大型の水上艦より高く、変身しても回避は困難でしょう。弾頭重量も一般的な対艦ミサイルで200キロほどですから、300キロの爆薬を積んだマグラ V5 なら、大きなダメージを与えられそうな気がします。ここまでの話を聞くと、対艦ミサイルよりもコスパいいのではと思われたことでしょう。しかし、最初の話を覚えているでしょうか。そう、兵器の性能というのは、価格相応のものになりがちということです。安くて性能のいい、コスパのいい兵器などというものがあるなら、水上自爆ドローンが海戦の主役に躍り出るはずですが、そうなってはいませんし、すでに説明したように大物を仕留めたのはミサイルばかり。なんとなく凄そうな水上自爆ドローンですが、どこに欠点があるのでしょうか。対水上戦闘の要訣とは、かくれんぼのようなものです。すなわち、どれだけ早く敵の正確な位置を知ることができるかにつきます。この能力が水上自爆ドローンには決定的に欠けているのです。対艦ミサイルは敵艦に気づかれないようレーダーにかからない低空を音速に近い速力で飛び、命中の直前まで自身のレーダーを発射しません。そこまでは母艦にプログラムされた通りの経路で飛ぶわけです。よって発射時点で敵艦の位置を掴んでいなければ命中しません。発射してから命中までの数分の間に敵艦も移動しますしね。しかし音速に近いスピードで飛ぶわけですから、100キロ以上離れた敵艦に届くのにも10分足らずで済むので、水上艦が全速で逃げても対艦ミサイルの追尾から逃れることは不可能。対して巡航速力が22ノットしか出せないマグラ V5 では、味方の航空機などによってせっかく敵艦の位置を掴んだところで追いつくのが困難です。全速なら42ノット出せると言っても、これはほんの一瞬の話。水の抵抗は速力の2乗に比例して大きくなるため、スピードを出せば出すほど電力を消費してしまい、航続距離が一気に短くなってしまうからです。よって敵艦の近くまで水上ドローンを持っていくことそのものが難しいのです。水上自爆ドローンが水上艦に近づいているところがスタートと
と考えられている方も少なくないでしょうが、スタートは敵水上艦を探し始めるところから、かくれんぼと同じなんです。水上艦からしてみれば、早い段階で接近に気づきさえすれば、どれだけの数の水上自爆ドローンが向かってきていても振り切ることができます。そして敵水上艦に肉薄し、命中したとしても十分なダメージを与えられるとは限りません。爆薬の量こそ水上自爆ドローンは対艦ミサイルに引けを取りませんが、スピードは圧倒的に劣ります。破壊力はスピードと爆薬の量、そして重量で決まりますが、水上自爆ドローンはスピードにおいて対艦ミサイルの20分の1以下です。いやいや、42ドントなら潜水艦の使う魚雷とそんなに変わらないから効果的なんじゃないのと思われたかもしれませんが、魚雷と水上自爆ドローンは全く異なる兵器。潜水艦の使用する超魚雷は水中を進み、水上艦の真下に潜り込んでバブルパルスという現象を用いて水上艦の船体をへし折ります。しかし海面上を進む水上自爆ドローンにはこれができず、喫水船より下へのダメージもあまり期待できません。停泊中という最も無防備な状態で自爆攻撃を受けたコールだって大破しても復帰したくらいですからね。小型であるため発見されにくく、小回りが効くという利点はありますが、小型であるということは外洋航行能力に乏しいという欠点を生みます。要するに波が高いと十分な運動性能を維持できないということ。大型艦であれば波が高くとも高速を維持できますが、水上自爆ドローンのような小型ボートでは波が少し高くなっただけで木の葉のように波に揉まれることになります。高天下の海では42ノットという高速も、小回りが効くという運動性能も発揮できません。そうなっては水上艦に近づくこともできませんし、仮に命中させたところで十分な威力にはならないのです。また自爆するという特性上、攻撃の評価もできません。事実としてウクライナはロシア黒海艦隊のフリゲートや哨戒艦に水上自爆ドローンで多大なダメージを与えたと何度も報じましたが、そのほとんどは無傷、あるいは軽微な損傷に過ぎなかったことが後に分かりました。それなりに価値の高い目標で撃沈に至ったのは2024年に入ってからの3隻くらい。特に哨戒艦セルゲイ・コトフに関してウクライナが撃沈を発表したのは過去に3回もあります。うち2回は無傷でしたから、3度目の正直でやっと撃沈に至りました。攻撃というのは発見、識別、攻撃、判定の4サイクルを繰り返します。攻撃して終わりではなく、その攻撃がどの程度の効果を上げたのか判定し、敵の戦闘力を奪うことに成功していたならば攻撃は終了、不十分なら再攻撃を行うということを繰り返さなければなりません。判定は再攻撃が必要かどうかを決める大事なプロセスですが、自爆ドローンだとこの判定を自ら行うことができないため、別の手段を用いる必要があるわけです。水上自爆ドローンを用いた攻撃だとこの判定に難があることは、攻撃を受けた艦艇が何度も無傷で戻っていることが確認されていることからも明らか。無人か有人かという差こそあれ、過去に日本はアメリカとの戦いで小型艇による自爆攻撃を行ったことがあります。陸軍の4式肉薄攻撃艇と海軍の信用です。何千艇もの数が投入されましたが、十分な外洋航行能力がなかったために移動を他の船舶に頼らなければならなかったこと、索敵能力がなかったことなどが理由でほとんど戦果を上げていません。あるいはこれらの攻撃による戦果なのか不明瞭なものも多数。それもそのはず、水上自爆ドローンと同様に自らが自爆するため攻撃の成果を判定することができないからです。たとえこの時代に単体で水上自爆ドローンを持っていったとしても、同じ理由で戦況をひっくり返すほどの大きな戦果を上げることはないでしょう。ウクライナが黒海艦隊に与えた損害のうち、ミサイルを用いた攻撃は撃沈か大破という致命傷を与えていますが、水上自爆ドローンだと無傷のものが多いということからも、今後の対水上戦闘の主役の座を水上自爆ドローンが奪うことはないことが予測されます。水上艦に対する破壊力が大きな順に並べると、魚雷、対艦ミサイル、水上自爆ドローンの順になりますし、発見されにくいという水上自爆ドローンのメリットも完全に海面下に隠れているため、
ソーナーという対戦用の索敵武器を使わない限り発見できない魚雷と違い、 0.5 メートルは海面上に出ているわけですから、民間船のレーダーや目視でも発見することができますからね。ということで、水上自爆ドローンは対水上戦闘の様相を一変させる現在の主要武器である対艦ミサイルや魚雷に取って代わる兵器にはならないということです。ただし、ウクライナがやっていることが無意味かというと、そうではありません。これも最初に説明したように、ウクライナ軍にはまともな海上戦力がないからです。黒海艦隊と正面切って戦える戦力を持たないにもかかわらず、黒海艦隊に深刻なダメージを与えて行動を阻害しているのは事実で、それに貢献しているのが水上自爆ドローン。その水上自爆ドローンが使われているのは内海であるため穏やかな黒海。水上自爆ドローンによって撃沈された黒海艦隊の艦艇は、コルベット・イワノベツ、揚陸艦・ツェーザリ・クニコフ、哨戒艦・セルゲイ・コトフの3隻。水上自爆ドローンが戦果を上げたのは、内海である黒海のさらにその沿岸で、撃沈に至ったのは比較的小型の艦艇に集中しているという点に注意が必要です。水上自爆ドローンの弱点は、外洋航行能力や索敵能力、そして破壊力が低いことなど。ですが、穏やかな黒海であれば外洋航行能力の低さはあまり問題にならず、沿岸部であれば地形を利用して水上艦のレーダーをかいくぐりやすく、なおかつ敵水上艦の進路を予測しやすいため、索敵能力の低さを補うことができますし、破壊力の低さも小型艦相手ならなんとかなります。水上自爆ドローンが役に立たないというわけではなく、黒海艦隊に対抗できる海上戦力を持たないウクライナが非対称戦の手段として使っていること、敵艦隊の母港が近くにあること、黒海の沿岸部という水上自爆ドローンの利点を生かしやすい場所で使っていること、小型艦相手なら破壊力の不足が問題にならないことといった、水上自爆ドローンが生きる条件下で使用しているからこそ役に立っているということを理解することが大切なのです。役に立っているというのも、船を沈めたということよりも黒海艦隊の行動を制限していることの方が重要です。本来なら海上戦力を持たないウクライナに対して、黒海艦隊は黒海を自由に行動できるはずでしたが、ウクライナに近い沿岸部だと地対艦ミサイルや水上自爆ドローンによって行動を制限されているわけですからね。水上自爆ドローンの威力は大型艦を撃破するのに十分ではありませんが、食らえば当然ダメージを受けます。となれば警戒を怠るわけにはいかず、そのために労力を割くことになり、結果として艦隊の運用に支障をきたすことになります。これが黒海における水上自爆ドローンの進化です。どんな場所、どんな条件で使ってもコスパのいい兵器というのは存在しないので、自分たちの条件に合った兵器を目的に応じて使うのが大切だということ。そして、人間が24時間365日戦えない以上、どんな組織でもどこかに隙が必ずあり、そこをなくそうと頑張っても疲れちゃうってことですね。倒せなくとも疲れさせる、相手に嫌がらせするだけでも効果はあるってことです。つまり、働いたら負けってことだな。いいかい、視聴者の皆さん、麦ジュースをな。麦ジュースをいつでも飲めるくらいになりなよ。それが人間、働きすぎていないちょうどいいくらいってとこなんだ。いや、常に飲んでる時点で全然働いてねえだろ。ということで、今回はここまで。コメントは麦ジュースでも飲みながら気楽にどうぞ。チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけると、麦ジュースをいつでも飲めるようになります。私が。サブチャンネルもよろしくね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。